三菱石炭羽島港は1810年に石炭が発掘されてから以来1887年に第一立て坑を深さ44メートル掘りましたが、1890年佐賀深掘り領主だった鍋島孫六郎が三菱社へ売却。以後100年余りにわたって三菱の社有地となります。その後エネルギーの主役は石炭から石油へと移り、戦後初めてのマイナス成長となった1974年1月15日に閉山となり、4月20日に全島民が島を離れ、その後は無人島になりました。累計5000万を超す超ヒットコミック「進撃の巨人アタックオンタイタン」に登場しドラマ化されました。